4月25日、寝具を取り扱う西川がスペシャルムービーを公開。ドジャース大谷翔平選手29との共同プロジェクトを開始することを発表した。写真あり。21年、11月全身真っ黒な姿で都内のジムを訪れた大谷。動画内で、僕が自分のために小さい頃から大切にしてきたのは睡眠です。しっかりした睡眠があったからこそ、いつも前向きな行動が実現できているんじゃないかなと思いますと語った大谷。同社製品の西川エアーシリーズマットレスのマットレスを愛用しているといい、ぜひ皆さんにもエアーでいい睡眠をとってもらい、一緒に大きな夢を見てもらいたいと思っていますとコメント。日本の子供たちに約2500本のマットレスを無償提供することを発表した。このプロジェクトは大きな夢を見ようプロジェクトと称されており、募集要項によると、対象者は日本全国の小学生大学生までが在籍する団体、部活動、学生寮、トレーニング施設などで、当選者には必要本数が送られてくるという、応募にはいっぱい寝て、皆で叶えたいと思っている、大きな夢に関する100文字以上の作文と、5人以上の団体が写っている写真が必要になる。最もベーシックなエアーシリーズのマットレス、エアー01、マットレス、ベーシックの価格は49,500円。2500本となるとその総額は1億2375万円となる。過去にもたびたび巨額の寄付活動を行ってきている大谷。昨年11月、日本全国の小学校へ計6万個の野球グローブを寄贈。1月に発生した能登半島地震に対しては100万ドル約1億4000万円を寄付してきた。大谷といえば、元通訳の水原一平氏から24億5000万円以上を窃盗されていたことが明らかになったばかり。大金を失っても慈善活動を続ける姿に称賛の声が相次いでいる。すごいな、よくこういうアイデアが次から次へと浮かんでくるよ、のあ。さらにすごいのは浮かんだアイデアを即実行に移せること。これは本当に大谷選手にしかできないことだね。友人から何十億円も盗まれた人の行動とは思えないから、これまたすごい。賭博に使われるならこういう慈善事業に使えばよかったなとか思うんだろうな。相変わらずの大盤振る舞い。寝具と夢をかけているのも洒落ている。グローブ、留学、義援金その他数多くの寄付など、器量の大きさ、金の使い道も超一流。7億ドルの契約金が安く思える。